はい、白です。今回ね2030年度の太陽光普及率は9.7%卒フィットの割合は47%にというニュースですね調査会社の富士経済が住宅太陽光発電やオール電化住宅に関する調査結果を発表2030年度の住宅分野における太陽光普及率は9.7%で卒フィットを迎える住宅の割合は47%に上ると予測したということですね 調査会社の富士経済は住宅太陽光発電やオール電化住宅などの普及に関する調査を実施し、2018年度版住宅エネルギーサービス関連機器エリア別普及予測調査にまとめたということですね。太陽光発電システムを設置している住宅数、ストック住宅は2018年度に322万戸、普及率は6%が見込まれる。 単年度での導入数は2012年度に開始した FIT の全量買い取り制度の特需が落ち着いた2014年度以前以降前年割れが続いたが2018年度以降は前年度18万戸程度の導入と横ばいが予想されるなおストック住宅は増動化を続け2030年度に52万戸普及率は9.7%と予測している、まあ、ストック住宅と今まで あのもう太陽光を、ね、設置しているということですよねで。2009年度に開始された FIT による住宅太陽光発電の余剰電力買取制度の期間は10年間であり制度開始年度に対象となった住宅は2019年度に終了する買取が終了するソスフィット住宅は2019年度に56万戸が予測され 太陽光発電システムを設置する住宅の16%に相当すると。うん、まあ、なかなかのもんですよね。で2009年度の対象には、制度開始以前より太陽光発電システムを設置する住宅も含まれるため、一時的にソフィビット住宅が多くなる。あ,あそういうことですね。2020年度以降は毎年、毎年度20から30万戸。2025年度以降は、毎年度15から20万戸程度とみられ、 2030年度の卒フィットのストック住宅は242万戸太陽光発電システムを設置する住宅の47%と予測されるとあまあそこそこ多いっていうことですよね卒フィットっていうのがやっぱりその行われることで一時的に売電がねあのうまみがなくなっちゃうっていうことですよね でここそれについてここから書いてあるんですけれども、固定価格での買い取りが終了すると、ユーザーは売電によるメリットが少なくなることから、ソツフィットを景気として、売電から自家消費への転換が進み、自家消費機器として住宅用蓄電池や太陽光発電と連携するエコキュートなどの活用が想定される。太陽電池パネルの耐用年数は20年以上である一方、パワーコンディショナーは10から15年と言われており、 パワーコンディショナーの交換時に住宅予蓄電池の設置を提案するケースも増えていると。この他にも新電力が電力小売りと余剰電力買い取りのセット提案を行うなど、ソツフィット住宅の余剰電力の利活用をめぐる営業活動が活発化してきたということですね。で、オール電化住宅数は東日本大震災以降、前年割れが続き、 2016年度は新築、基築合わせて29.1万戸まで落ち込んだ。しかし、西日本エリアを中心とする原子力発電所の再稼働や、電力小売全面自由化を契機に、既存電力会社による PR 活動やサブユーザー向けの営業支援などが活発化し、2017年度は前年度を上回ったと。ーオール電かね。今、向こうでも流行ってるんですね。私はちょっと関西地方には住んでないのでわからないんですけど、増えてる。 らしいですねこのデータを見るとで2018年度は翌年に迫る消費税増税前の書き込み需要などもあり新築・寄畜もに増加し31.6万戸が見込まれるしかし2020年度以降は駆け込み需要の反動減や人口世帯数の減少などから戸建て住宅を中心に新築・着工住宅数の減少が加速し 新築のオール電化住宅数は再び前年割れが予想される一方、帰築のオール電化住宅数は既存電力会社による営業強化に加え卒フィット住宅の余剰電力の活用先としてエコキュートが注目されていることや太陽光発電システムの価格下落により訪問販売事業者などがオール電化の提案に回帰していることなどから今後も増加が予想されるうーんそうなんだ オール電化にししたいとうここなんでしょうね、これね。れだからその電力を売りたいとかその太陽光発電システムによって自家消費を、ね、伴えばあのそこら辺から回収できるからということでオール電化を提案してるということでしょうね。2030年度には新築向け14.5万戸、基築向け12万戸合わせて26.5万戸が予測され基築向けの比率が45%まで高まるとみられる。 なお、これまでオール電化住宅普及の目的は、既存電力会社一般家庭の夜間電力需要の確保などのため進めてきたが、2016年4月の電力小売全面自由化以降、その位置づけは変化している。太陽光発電の設置住宅数と卒フィット住宅の推移予測ということですね。うん。あだ,だん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 減ってくるということですね。もうこれは、基軸の部分は入れてないでしょうね。 新電力は原子力発電所を保有していないことから夜間料金が割安となるオール電化料金プランに対抗できる電気プランを提示できる事業者が少なく既存電力会社は顧客の囲い込みの施策の一つとしてオール電化の積極的な展開を進めているまた2017年4月のガス氷全面自由が受けて都市ガス氷に参入する既存電力会社も増えており LPG エリアではオール電化住宅、都市ガスエリアでは電気と都市ガスのセット販売を基本に展開を強化しているということですね。はい。皆さん、このニュースを読んで、どの立場でこれを読むかで全然違うと思うんですけど、まあ、消費者の立場として考えていきましょうね。一般的にはそういう方が多いと思うんですけども、まあ、オール電化にするメリットって、結局その既存電力、 の電力会社の買いいい込みににったうっう形になるっていうだけですよねやっぱり自分のところでの発電量とか電力量っていうのを自分で調節できないと結局電力会社からいいようにやられてしまうっていうの未来を予測できない人は相当ね、えー、頭が悪いのかなという部分には考えられるんですけどもやっぱりそのガスという部分も残しておかないとやっぱり大変ですよね。 それと、キッチンで使う機器ですね。これがオール電化にすると、オール電化用の鍋とかあの、フライパンですとか、ね、そういうものに変えないといけないんですよ。そうなんですよね。これを意外と知らない人が多い、まあ。知ってる人は知ってるですけど、まあ、そういったあの別コストっていうのもかかるわけなんですね。で、当然、まあ、既存電力の,その送電網からねこう独立してあの、独立することは難しいので、 送電網がねこうきちっとつながれている状態で、まあ、電力量基本料金なんかを取られながらやってしまうということですよね。じゃあそうしない場合にはどうしたらいいのかっていうことですけどもやっぱり水素でしょうねあの。私が何度も何度もこの動画のチャンネルの中でいろいろとお話をさせていただいてますけども発電量を保存するためにも水素っていうことが非常に燃料電池をね使うっていうことエコキュートとかエコキュートとか そういったものはです、ね、水素をあの都市ガスから作ってやってますけども水の電気分解でも水素ってできるわけですよねあるいはまだ装置としては大きいですけどもゴミからねメタンとかを作って、えー、水素を発生させることもできますし水素自体を持ってくるっていうこともできるわけですよねで燃料電池によって水素を家庭に貯めておくっていうことができるようになれば ここうういいいいっったオール電化にしななななききゃいけないっていうこともなくなってきますよねで。最初のうちは LP ガスですとか都市ガスの根性でやっていくっていう形にな,りますなると思うんですけどもそのうちにですねあの水素浅瘍の機器っていうのが今、ねあのー、この間水素バーナーをですねトヨタさんが独自に開発したっていうふうなことを言いましたけどもあれができるようになってくればその水素バーナーによってですね、まあ、いろんなものが燃やせるようになって ってくるのであれは戦勝ですからね。ということで、あのー、既存の、ね、電力を保存するために水素を保存して、ね、あの電気分解で水素と酸素に水を、ね、電気分解で保存させてですねさらにそこをガスで使うというシステムが組めるようになるわけですね。これいつになるか分からないですよ。まだ時間は相当かかると思います。それに家庭用として水素をため,ためることができるのかということが ななかなかね、今の法律で難しいのかもしれませんけどもじゃあそれをね H2I みたいな機械をですねどこのどっかの会社が自治体かでもなんでもいいんですけども設置してですね、えー、みんなで使うようにするとか共同使用するとかそこからパイプラインを引くとかいろんなことは考えることはできると思うんですよね、うん、既存のパイプラインにやってもいいでしょうし単なる LP ガスをねこう運ぶために貯めといてもいいでしょうしねいろんなやり方ができると思うんですよ ただ、みんなのその太陽光発電っていうのを水電気分解してそこに貯めておくっていうことがやるだけなので、うん、まあ、そういう装置がね、どれぐらい普及するかどうかっていうのもわかんないですけども、でも完全独立したりとか、ね、オール電化でやらないでですね、あのガスもそのまま生かしていくっていう方法でやっていくんであれば、そういう方法もありということになりますよね。で、それについてこれは全然触れてないので、ね、まあ、そう、そういうことを話す部分ではないんですけども、 まあ、原発の再稼働はこういった意味もあるのかなというふうにも考えられますよね。オール電化を作ってしまえば、ね、もうそこからガスを引き込むっていうことはしなくなると思いますのでねその過程は。ということはじゃあ電気をずっと供給しなきゃいけないとじゃあ電気を自分のところの発電の太陽光では賄いきれないし蓄電装置も入れなきゃいけないとでも蓄電装置って言ってもですねもう何日も何日も持つわけじゃないんですよね。 ただ水素であれば、いろんな方法として、やっぱり何日間も持つかもしれないし、そういうふうに貯めることもできるような装置っていうのは、いろんな応用方法でできるんじゃないかなと私は思うんですよね。それはもう H21 があの一つの回答として見せてくれましたよね。ああいった形でそのコンテナにポツンポツンとこう入るようなもの,のシステムであれば、多少ね、あの住宅地に近いところであったとしたって、 そんなに爆発するということは考えられないでしょうし、そういう安全装置もいっぱい、ね、つければ問題ないでしょうし、あるいは今後、ですねその水素ステーションなんかも簡略化したものができるようになってくると、FCV ですよね。FCV のようなものがまた、蓄水素装置になったりもするじゃないですか。一時的なものですけどね。でもそういったもので電気分解をして太陽光発電とか再生可能エネルギーの電力をです、ね、うまくこう保存したりとか、うまく水素に転換したりとかして、 ガスに持って行ったりとかあるいはね燃やす装置として使ってもいいわけですよねだからそういったことで今後はそのオール電化じゃなくてそういった方向に行った方がやっぱりより地域のね、えー、電力だけじゃないですよエネルギーの分散化になるっていうことですよねで燃料電池自体もまだまだ高いですしあのそれによってね FCV っていうのはすごい値段が高いんですけどもそれに装置に関してもですねだん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 こう コストを下げてきてててききるるものがどんどんん出てきているわけですよね。うん、なので、まあ、燃料電池自体の装置というのはまだまだそう簡単には安くはならないと思うんですけどもじゃあ水素をガスとして燃やす装置っていうのはそれほどねあのこの間の水素バーナーをトヨタさんが作ったっていう例を見てもわかるんですけどあれ既存の技術をうまく応用しただけですからそんなにコストが高いってわけじゃないと思うんですよね。 燃料電池の場合はレアメタルが使われたりするのでどうしてもその値段が加味されちゃうっていうところはあると思うんですけどあるいは装置としてねやっぱり難しいものなのでなかなかねその技術力をペイしたり回収したりする上でそんなに価格が今のところ下げられないっていう事情はあるでしょうけれどもまあとにかく水素パーナーとして使うっていうふうなことであれば あのー、水をね電気分解する装置っていうのはそれほど,それほど技術的にね大変なものではないと思うんですよ。そこから水素を引っ張ってきて保存するっていう方がよっぽど大変なのかなと思うんですけどもだってね小学校の電気、あのー、実験でできるぐらいの装置ですからねそんなに難しいものではないと思いますけれどもそこから水素をねこう取ってガスバーナーとして使うってだけでも 冬場の,そのガス代の低減っていうのはね、相当減るんじゃないかなと思いますよね。うん。だから水素洗浄のそういったいろんな装置というのが今後は出てくる可能性もあるでしょうし、まあ、とりあえずハイブリッドみたいなね、水素と LPG とか、あるいは都市ガスなんかと混焼して行えるようなね、燃焼装置っていうのが作られる可能性もやっぱありますよね。そこら辺からこういったものがどん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 出てくるように、まあ、もっとね、いろいろ視野を広げてね、 あのやっていた方がい,いかなとというところはあるわけですよね太陽光の普及率はま,あまだまだ2030年度もこんな感じだけれどもそういったシステムを作れるんだよとか売れるんだよっていうあるいはそうですね病院とかねああいうところはもっとコストを下げたいと思ってるでしょうから自分のところで発電できて自分のところの,その水素の燃焼でねあの暖房設備とかいろんなものがこう賄えるようになったりとか。 してくるとですね、まあ思うかってるんでしょうからね儲かってるところからそういうことを導入してきてでそこからコストがどん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 安くなってきてっていうふうになってくるとは思うんですねいきなり住宅っていうのはちょっと難しいかもしれませんよねやっぱりその装置の値段っていうのは誰が払うかっていうとそのね住んでる方たちが払うってなってくるといやそんな高いの払えないよっていう方がやっぱ大勢いらっしゃるでしょうしね 私も多分払えないと思いますからね、そんな装置がポンって出されて、じゃあそれ買い回すなんてね、すぐ飛びつくことはなかなかできないと思いますけど、あの会社とかオフィスとかでもいいですよね、あるいはあの集合住宅のちょっと高級的なマンションなんかでね、こう販売してもいいんじゃないかなと思います。みんなで振り分ければね、それほど高い装置にならなかったりもしますよね。でも、そのガスの供給とか、混焼ですとか、そういったものがね、全部セットになってやってくると、いや、これすごいよねっていうところになってくると思いますよね。 あるいは個数の少ないアパートとかにね、設置して、まあ最初っからですね、その、混沌用のコンロがついてるとか、混沌用のお風呂専用の滝、お風呂滝がついてるとかね、そういったもので、装置全体をこうパッケージ化してやるっていうのもね、あの今後は出てくるんじゃないかなというふうにもなってきますよね。うん。だからそっちの方の可能性っていうのがね、めちゃくちゃ大きいと思うので、 あの今後は、ですねやっぱりそちらの方エネルギー全体で考えればね、やっぱりガスも含めてですけども、うん全然大きいと思うんですよね。社会全体的にもその CO2 が減るとかっていう部分はそうですし、まあ、これだけそういう装置が出てくると、全くエネルギーのなかった日本がエネルギー大国になったりする可能性もあるじゃないですか、周り海に囲まれて水もいっぱいあるしね。うん ですので、まあ、そういったところをもうちょっと発想の転換として、ね、まあ最初はすごいコストはかかると思いますけど、それが実現できた後のことを考えていくと、何十年何百年っていう形でね、やっぱり今までのそういったコストを回収できるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、それで私は H2O1 の話をちょこ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 してるっていうこともあります。で、その H2O1 のね、動画を見ていただくと、どういう装置なのかっていうのもわかるようにしてありますし、 まあ、あの頃の当時のね、なんかちょっと話し方も、なんか興奮しちゃってよく分かってないような感じですけど、まあ、それは本文を読んでみ見てもらって、どういう装置なのかっていうのをね、えー、よく理解していただくと、すごく面白いんじゃないかなと思います。はい、えっ、ー、とですね、まあ、あの、卒フィットの話からいろいろ関係ない話になってきましたけども、やっぱり私はそこにつなげたいんですよね。オール電化じゃなくて、既存の電,電力会社がね、こう、囲い込みをやって、そういうふうにやって、 できてるっていうのをニュースにしたいんじゃなくてそうじゃなくて他の方法もあるんだよっていうことをお話ししたいっていうだけなんですねはいまあこういうデータが出てきてますから卒フィットは増えてくるしその売電先としてどうしたらいいのかとか蓄電装置をどうしたらいいのかっていう話にはもうでにどん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 移ってきてるとはいるんですけどなかなかね水素に移るっていう話が出てきてないのがねちょっと悲しいかなというところはありますはい、えー、最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます